日本は江戸時代刑罰結構厳しかったんじゃない、日本も厳しかったんじゃないんですか、その今の朝鮮半島ほどではないですけど、あの厳しいことになってました、うん、厳しいことになっていましたけども、例えばあの百叩きの刑なんて、はい、あのまあ、鞭で叩くって言うんですけども、その鞭っていうのが青竹使いますけどね、はい、青竹も細くて短い、だからあまり痛くないようにした、うん、それから叩いたことにしてあげて、で数だけ数えて、あの100回もですね、はい、あの実際に刑の施行する人が100回もこう叩くといい加減疲れるんですよね、うん、だから1つ2つってもうずっと見てないですから、はい、偉い人は途中で書いちゃうんで、はい、3つ4つ5つってやってるだけで、あのああ疲れた、そういうのも実際はそんなもんだったっていうのが実際のところですね、うん、でそれ以上に実はそこが非常に大切なことなんですけれども、あの犯罪を犯した者に対して重大な刑罰を与えることによって次の犯罪を防ごうとする文化っていうのが一つあるわけです、はい、うん、日本は聖徳太子の時代に17条憲法の第11条ですけども、明察効果という文化があります、はい、これは効果を明らかに察しようっていうふうに読むんですけれども、この文化のこれはあの罪を犯す前に犯しそうなやつに対して先に手を打ちなさい、はい、それが施政者の役割ですよっていう文化をずっと古代から引きずってきています。これがまさに施政者にとっては血肉だった。だから江戸時代 の徳川将軍吉宗の時代ですね、テレビでは暴れん坊将軍が登場してですね、はい、悪代官とか越後屋さんがこう出るわけですけれども、あの実際には徳川 吉宗の統治の享保年間、これ20年間続くんですが、この20年間の間に江戸の小伝馬町の牢屋に収監された囚人の数はゼロですよね、はい、そうなんですか。ゼロなんです。誰もいなかったんです、はい、でそれはあの役人さんたちがそのサボっていたから囚人がいなかったんじゃなくて、役人さんたちがものすごく一生懸命仕事してくれたから囚人がいなかったんです。つまりおかしいやつとかやばそう、まあ、要するに今風に言ったらやばそうなやつっていうのは前もってとにかく抑える、はい、まあ、みんなあの近所の人たちにちゃんと監視してもらうようにする、うん、ちょっとおかしいことがあったらすぐ買収に知らせるんだよっていうふうにしておく、で本人にもお前なんかやったらしょっぴくからな、うん、厳しい刑罰頑張ってるぞお前と言って脅かしておく、でとにかく怒らないようにする。でも殺し殺人とか あるいはその窃盗とかですね、まあ、とかあ殺人あのひどい事件ってあるじゃないですか、はい、今でも多いですよね、はい、怒った後でいくら怒った後で対策を取ってもらうということどころか、うん、最近の日本では起こしそうなやつがいても、はい、あるいは例えばその、まあ、ひどい話ですけど強姦事件なんかの場合は親告罪ですから、はい、あの20人ぐらい強姦したとしても訴え出た女性が2人しかいなければ2件の強姦事件しかない、ね、はい、他みんな泣き寝入りですよね、はい、で我々の感覚からしたらそんな犯人をなんでほっといたんだと、うん、もっと前に対策できないのか、はい、でも日本の警察は司法警察で、はい、法律で決まった犯罪を犯した人をしょっぴくのが仕事になってるんです、はい、司法警察ですから、はい、そうですね、昔の江戸時代のお奉行奉行所の同心とか与力さんたちっていうのは違うんですよね、うん、お奉行ですから行いを奉ずる人たちですから、同心というのは民と同じ心、与力というのは民に力を与えるものですから、犯罪が起こってからじゃない、起こる前に対策を取るのが与力の仕事だったし、管轄エリア内で犯罪が起こったらお前の責任だって与力が切腹になるわけですよ。そうだったんですか、はい、はい、それ知りませんでした。だから命がけで犯罪が起こらないように努力したんです、うん、火事だってそうでしょ、はい、火事だって火災が起こってから消防車、火災が起こったら消防車が飛んできてもらわなかったら困りますけども、そもそも火災が起こらないように予防していくのが消防署の仕事じゃないですか、はい、そうです。でそれを一生懸命になってやってきたのが実はあの飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町、戦国、江戸、明治、大正、昭和と続く日本だったんです、はい、この歴史が戦争が終わった時点でプツッと切れてしまった。で戦後は
財刑法定主義とか言いながら、はい、とにかく法律で決まった犯罪を犯したものしか警察は相手にしませんよっていうふうに変わった、うん、これって民衆にとって幸せなことなんでしょうかって思いますよね、はい、あのいじめの問題もそうでしょう、うん、これはあの前に、ね、こちらでもお話ししましたけれども、はい、いじめが起こった生徒が自殺しました、もう世の中の親たちはみんな先生は何をしてたんだ、校長先生何してたんだ、もっと前に手を打つことができなかったのかってみんな思います、はい、だけれども今の日本の法律においては自殺したということは他殺ではないから、うん、犯人誰もいないんですよね、はい、誰も捕まえないですよね、うん、捕まえることもできないですよね、はい、それって本当に国民のための政治と言えるんですかっていう、うん、だから日本が日本人としての心を取り戻す、あるいは日本人としての歴史伝統文化を取り戻すというのは実は国の在り方そのものがもう根底から本当に違ったものに変わってくるという、うん、それを取り戻していくということになるんだろうかと思います。あの、ね、あの李氏朝鮮時代の刑罰はもう詳しくお話ししますと、こんなひどいこんなことがあった、こんなむごいことがあったということのオンパレードになってくるんですけれども、これはあの根津風呂でも紹介してますし、あの歴史通かなにもあの記事を書いておりますので、もしご興味のある方はそちらをご覧いただくと詳しく書いてあります、はい、ただ日本はそうではなかった、うん、なぜ違ったのかということをその明察効果、察する文化というものがあったということで、ぜひ皆さんにご理解いただければと思います、はい、ありがとうございます、まあ、以前もねこの朝鮮の刑罰の話は CGS で出かけたんですけど、あまりもグロテスクなんでやめときましょうということでカットした経緯があるんですが、まあ、今日はちょっとその内容を少しね、あの領地権の話なんかも出していただきましたし、ただその、まあ、昔の日本と比較していただいたのは非常に良かったなと思っていて、まあ、私もだから江戸時代は刑罰結構ひどかったんじゃないのかなというイメージがあったんですけど、でもよく考えてみれば江戸100万都市だったじゃないですか。でそれを取り締まる、まあ、今でいう警察の役割の人たちは本当に少ししかいなくて、それでまあ江戸の治安が守れてたわけですから、まあ、明らかに犯罪自体が少なかった。さっきの小伝馬町の親にいられたのは0人と、まあ、その何十何の間にね、それ聞いただけでも、ね、その当時の治安というか、まあ、モラルの高さが忍ばれるんですけども、まあ、今の日本は本当に変な犯罪がどん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 増えてきている状況を見ると、まあ、我々の心とか考え方とかがおかしくなってきているということをですね、なんか私たちは今情報化社会で、まあ、文明というか科学が発達したので、まあ、江戸時代とかですねの明治の人たちよりも随分自分たちは進んでいるような感覚を持っていますけど、うんうん、正確に昔の日本人の考え方とか生き様を知ると、あれひょっとすると我々劣化してないかということをちょっと考える必要があるんじゃないかなというふうには思うんですね。ですからまあ切り口は朝鮮というところでやってますけれども、そこからね翻って自分たちの過去のことをまた知り、そして今の自分たちを反省するというか、うん、またそういうふうにこう思考をつなげていっていただければ、まあ、こういう番組作ってる意味があるんではないかなと、はい、ね、全くどうかです、ね、そうですね、はい、外国の見てあれ悪い悪いって言ってたって全く我々にプラスになりませんから なんないですよ、はい、うん、からそこから自分たちを顧みるというきっかけにしていただきたいと。あのいいとか悪いじゃないんですよね、はい、それはそれぞれの国の伝統歴史伝統文化ですから、はい、ただそうはなりたくないねと思うんであるならば、私たちは私たち の国の歴史に、じゃあ日本ではどうだったんだろうかというものを求めていく、はい、そうすることによって非我の違いがきちんと分かる、はい、敵を知り己を知れば百戦して危うからず、まさにその通りだと思います、はい、それを敵を知り敵を批判すれば百戦危ういと思います。危ういですね。そうですよね。はい、まあ、どうも今ねそういうふうな風潮が強いんですけども、まあ、もちろん悪いものは悪いということで理解をしながら自分たちをどう理していくかプラスにしていくかということをまたこの番組通して考えていきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。